草の王は、ケシカ草の王族に属する一年生の総本植物である。本校では族と種を合わせて解説する。草の王族ケラドニアムは一族一種と考えられているが、アジアには数種が存在するとする見解もある。日本と中国に分布する。山吹草は本族に含められる場合があるが、牧野富太郎の所有していた標本には、 山吹草属ハイロメキンの記入もされており、牧野の表した牧の植物図鑑においても、本属ではなく山吹草属に分類されている。山吹草については、ユーリストでは、山吹草属ハイロメキンを標準とし、草の王族ケラドニアムは、シノニムとしている。種としての草の王ケラドニアムメイジェスは、ユーラシア大陸一帯とその周辺に広く分布する、植物で、ヨーロッパから、 北、アメリカへも移植され、同地にも広く分布している。日本には、北海道から九州まで分布している。日本を含めた東アジアの温帯域に分布するものは、ヨーロッパ産種の一変種として扱われバリエーション、エイジアッティカムの変種名が付与されている。ただ、ザ・プラントリストでは、C、メイジェスバリエーション、エイジアッティカム、エイハラは、C、エイジアッティカムクレイリュックの、 死のに無扱いとされている。種としての草の王について記す。野原や林園に自生し、前年の秋に散布された種子はすぐに発芽して、根室用からなるロゼットを形成し越冬する。春になると、中空の茎を直立させ草丈40から80センチメートル程度までに育つ。ハワイ地から2回程度で、侵裂し、 浮上複用となって3 0トルまでに伸びるが、複雑な形とも評される。花は直径2センチメートル程度の鮮やかな黄色の4、弁花で稀に80咲きの株がある。5月から7月までの長期間にわたって咲いた後に、長さ3から4センチメートルの鞘が上を向いて実る。鞘中にある半球形の種子は黒く、種枕が付着しており、これに惹かれたアリにより散布される。 植物体を傷つけると多種にわたる有毒アルカロイド成分を含む黄色い乳液を流し、これが皮膚に触れると炎症を起こす。皮膚の弱い人は植物体そのものも触れるとかぶれる危険がある。草の王の波状の葉をちぎったところ、鞘本郊も種としての草の王について記す。前奏に約21種のアルカロイド成分を含み、その多くが人間にとって有毒である。 本種を特徴づける黄色い乳液などはその最たるものであるが、古くから薬用に供されており、毒性が知れ渡っていたからか、誤食による中毒事故は少ない。乳液が皮膚に触れると炎症を起こす場合があり、誤食すると渾水、呼吸麻痺、感覚抹消神経麻痺などを起こす可能性がある。動物実験では応トのデータがある。草の王には、 ケリドニウムアルカロイドが多く含まれる。本種に含まれるアルカロイド成分の一つ、ケリドニンにはモルヒネに似た、中枢神経抑制作用がある。もっともその効果はモルヒネより、はるかに弱い。ちなみにケリドニンの名の由来は、本種の属名である。このほか、プロトピンやケリジメリン、サンギナリン、ケレリトリン、リンゴ酸、ベルベリン、ケリドン酸などが含まれる。古くから、 主に民間療法において薬草として使用されてきた歴史がある。漢方では、つぼみの頃に刈り取った地上部を乾燥させたものを白くつさいと称し、特にイボトリや水虫、インタンと虫といった皮膚疾患、外傷の手当てに対して使用された。また、戦時て服用すると消炎性鎮痛剤として、作用し異病など内臓疾患に対して効果がある、と申されている。 しかし、などの痛み止めとして用いる際には、嘔吐や神経麻痺といった副作用も現れる。湿疹、海鮮、タムシ、イボといった皮膚疾患の概要薬としても有効であるが、有毒植物であるため内服するにせよ概要するに、せよ、素人が処方なしで用いるのは危険である。ただ、産共は、このような危険性について、断り書きを入れた上で、 概要する際の具体的な使用法を以下のように紹介している。現代においても効果的な下剤として利用可能という評価がされているが何分毒性が強いのでその使用は専門家の指導を仰ぐべきである。西洋ではケリドニンの中枢神経抑制作用を利用してアヘンの代替品として用いられたり、がんの痛み止めにも使用された。日本では晩年に胃がんを患った。 尾崎紅葉がこの目的で使用したことで特に有名であるが本種自体が強い毒性を併せ持つので現在は用いられない。本種の和名草の王については以下の3つの命名由来説がある。植物体を傷つけると黄色の乳液を流すので草の木、皮膚疾患に有効な薬草という意味で草の王、皮膚疾患以外にも鎮痛剤として内臓病に用いられたことから、 薬草の王様という意味で草の王。また、イボ草、タムシ草、ヒゼン草、チドメ草などの地方名があるが、いずれも皮膚病の薬として用いたことに由来する。なお、チドメ草の名は全く別種の双本の標準は妙でも、あるため注意が必要。俗の学名、ケラドニアムは、ギリシャ語のツバメに由来する。これは、母ツバメが本種の乳液でヒナの目を洗って、 視力を強めるという伝承に基づいている。ありがとうございます。